FM ギノッキの皆さん、こんばんは。時刻は、イエーイ、時刻は6時、はい、18時になりました、はい、ムーネー選手ピースもらったありがとうございます。今日も、はい、早見&泉かっこ仮、はい、の番組が始まりました、はい、イズの声久々に聞く人多いはずよ、ね、泉どこ行ってたばっていない間に、そうだよ、ね、結構さ、いじりまくってよ、2週やったもんね。はい、あ、その子さんだ。あ、その子さん、ただいま、はい、ありがとうございます。今日泉と、昨日ですか、帰ってきたの。そうなんですよ、昨日ちょうどね、帰ってきて、はい、飛行機が遅れて、わお、少し遅くなったんですけど、もしかして、はい、L なんとかってやつ。 L 何、 LCC だった。そうです、そうです、そう、当たってる、当たってる、当たってる、よかった。 LCC でね、 LCC ね、なんか時間が、そう、よく ね、あるみたいですね。そう、昨日ちょっと遅れて、でも無事帰ってこれました。うん、本当、よかった。はい、どんな沖縄は。沖縄はね、暑い。暑いね。うん、暑い。何なの昼間。なんだろうね。10月だよ。ねえ、本当だよね。ムシムシして、東南アジアみたいな。そうそう、ムシムシしてて、最近。ねえ、本当に。で、天気予報では、うんうん、雨なんだよ。あ、そうなんだ。だったの。あの、今日の、今日、昨日、今日、ずっとちょっと続くよみたいな感じだったわけ。うんうん、そうなんだ。なのにさ、なんかこの、ムシムシして晴れてる感じね。確かに。もう洗濯物が楽しかった、今日。今日あー、気持ちよかった気持ちよかった、晴れてるからね。いいね、うん。旅行帰りってさ、うん、洗濯も多いよね。多いね。やっぱり、荷物が。ほんと、うんうん、うん。ね。そうなの。あー、そっか。昨日、じゃあ夜に帰ってきたのね。そう、昨日夜、うん、9時ぐらいだったかな。うんうんうん。家に着いて、うん、で、そっからちょっとご飯食べて、ゆっくりして、お、今日もゆっくり起きました。ほんと。うん、時差ボケしてない？そう、時差ボケがね、が一泊、うん、韓国で過ごしたから、はい、うんうんうん、ま、日本の時間に合わせるのが今日で2日目なんだけど、治るかなと思ってたんだけど、はいはい、今日ね、眠れなかった。あ、そうなんだ、うん、夜夜、1時ぐらいに目が覚めて、うん、そっからずっと6時ぐらいまで起きちゃって。本当、うん、あら、ちょうど6時間の時差があるところに行ったんですよ、うん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 、あの、日本時間で6時だと、はい、あっちはお昼12時みたいな、はい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 、そうそう、じゃあ今お昼なんだね。そうそうそう、お昼12時ですね。うんうん、ちょっとまだお昼の感じかも。おーっと、ね、不思議だよね。不思議だね。地球の後ろにあるの？イスラエルって。後ろは、地球の後ろっておかしいな。ブラジル。日本の後ろ。日本の後ろはブラジルぐらいだけど、まあちょっと、まあ、近いかな。近い感じ。なんて言いたい。何語喋ってたの？日本語？と、うん、あっちでは、うんうん、とその現地の人はヘブライ語を話すんだけど、はい、まあ、ヘブライ語、英語でも通じる。えずみさんは英語喋れるんですか？いやいやいや、少しね。あ、少し、かっこいいな。行ってみたい。Excuse me ぐらい。あー、もうね、ツイキャスね、はい、そうそう、いっぱいコメント来てるよ。はい、ね、ちゃんおかさん一番ですよ、うん、こんばんはってことで、こんばんは、すのこさんも来てますね。で、黄色い顔の人、うん、あ、そっか、いいぞ、おかえりって、ただいま、覚えてくれてたかな。覚えてるよ、もちろん。めっちゃ話題出てるからね。本当、チャラ AKB ファンさん、はい、ヘイヘイ、イズ、はやみ、こんばんは、チース、イズ、はやみ、おかえりって、はやみはいたわ。うわ、自信やって。あ、地震ね、なんか今結構どこだったんだろう、今日も四国かな、うんうん、昼ね、あのテレビ見てる時にちょっと出てたんですけど、うんうん、ね、その子さん、イーズの声なんか懐かしくて、お母さん涙出るわよって。あ、本当、お母さんもちょちょ切れしてないと、お母さんここで守ってましたよ。ありがとうございます、お母さん。もう手に負えないって言って、わーわー言ってましたよ、怒ってましたよ。まあ、もうなんか大変だよって。破天荒ぶりを聞きました、先ほどちょっと報告を受けましたよ。さっきもね、なんかね、うんうん、今日のテーマ何にするって言って、うん、あれなんだっけ、あの、いっぱい聞くことって言って、うんうん、なんだっけ、ね、ネコリハコリだった。ネコリハコリとか言うんですよ。私ね、元の単語がわからなくなる。本当にこれ。イズをいろんなこと聞こうってことで、うん、テーマ、うん、まあ自由で今日もやりたいなと思ってて、まあまあまあ、ちゃんと決まってない番組です。そうなのよ。もうこれからどんどん決まっていく感じだからさ、ね、やりながら決まっていくってどうだよって。そうだ、ね、そうだ、私も1週2週いなかったので。そうなのよ、まあ、来月からちょっと本調子かな、うん、まあね、どう、来月
今月もね、今回3週来てるからさ、まあ、もうそろそろ早見さん番組名決めれよってひるきから苦情が来るけどまあそれ置いといて、まあ、そうですね、楽しくやりましょう。そうなのよ、はい、ひろきさんも来てますツイキャスで、うんうん、そのたん、よみたん、どこ行ったんって大丈夫かなこの人、後でなんかやられない？そうなの、なんかノリが今日さ、ここにいないから、うん、結構行ってると思うんだけど、うん、前もそのたん、そのたん、よみたんみたいな、こんばんたんだ、なんかこんにちたんだったなんかそんな系で来てて、怒ってんのよ、早見ここにいるのにさ、おいおいっつってやばい、やばい、調子乗ってんなっつってそう怖いよ、ひろき、気をつけて、大変だよ、ほんとにそう、黄色い顔の人がイスラエルのお土産話はってことで、後でね、いろいろ教えてください。はい、はい、ゆっくり話します。そうで、うん、番組名もまだ決まってないから、そうだね、どれだけ募集すんだって感じだね、本当だよ昨日もちょっと話出てなんだっけ、ハヤイズ帝国にその子さんがつぼっちゃって、うん、いいんじゃんって言ってどうなのよ、イズ。え、でもなんかそれは、うん、おバカの王様が早見さんってことでしょ、はい、多分なんかイズハヤだったら私もなんかそっち系の、ね、王様みたいな感じになるから、イズは、うん、あの、なんだった、て、ん、王女、王女、うん、なんか嫌だな、ね、なんかだったっけ、その王国のさ、だからねそう、それで盛り上がってたのよ。いや、早見さんには勝てません。いや、全然だよ、もう本当にもうすごいですこの人、うん、だからそんな感じでさ、はい、王国ね、うん、決めたいと思うんだけど、今日でもう決めようじゃないか、王国を決めようと思う、王国じゃなくて番組目ね早いず王国だったって、そう、うん、早いず王国、そうだったね。その前に何かつけるとかどうなんだろう。あ、まあいいかもね、いい、なんか最初うんと思ったんだけど、うん、話せば話すほどしっくりくるんだよ、なんか確かにね、うん、逆やったか、そうだね、いい、早いずて王国、王国、うん、あ、そうだね、帝国ではなかった、王国だったかなまあそんな感じで、まあ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 、まあ、決めていきましょう。はい、ではこの番組では、はい、今日はイーズへのメッセージなど、はいはいはい、リクエストもお待ちしております。大丈夫ですか、マイク、マイクがねいろいろガンって前に来るから歯にぶつかったら大変だからさ固定してんの今そう、募集してます、はい、メールアドレスが、はい、797@、はい、fmgino1.com、はい、久々に言った797@fmgino1.com までお待ちしております、はい、皆さんいっぱいメールくださいね、じゃないともう大変なことになりますね、大変なことになります本当に私疲れますからねこの番組で皆さんお願いします。いいです、今日ね、あの旅行帰りだからね、そう、結構ね、うんうん、あの疲れてるんです、疲れてる、言っちゃった普通に言うだってそうなの、疲れてるから皆さんの助けをお待ちしております、はい、ではオープニングナンバーいっちゃいましょう。はい、はい、今日の曲は早見さんから、うん、じゃあ、はい、お願いします。そうだったね、なんだっけ、ザ・ブルーハーツで、ザ・ブルーハーツのテーマ。CM 行く、はいはいはい、あ、ハッチ&ホミーさん、トマックホミーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。早見の相手してさらに疲れる泉かもしれませんねって、いや本当ですよ、そうですね楽しいですけどね元気になってきたんだよこれでも確かに元気になった、なんか話せば話すほどね、うん、マイク臭いすごい臭い、なんだろう、問題臭いやば、やばいこれ、嘘でしょ、やばい、あ、これ取るから、あ、触りたくだからやばらないでよもう嫌だ、マイクはね、すごいよね、大変だよごめんね、マイクがちょっと泉漁師じゃなくなんだよ、りひちゃん、わかんない。なんだっけ、漁港、泉漁港、林
私の苦情、あ、苦情ラジオ、わかんない、読めない、リスカンいろいろ書いてる、苦言ラジオ、苦言ラジオ、林、早見、早見、林、早見、林、早早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 早、皆さんメッセージお待ちしております、よろしくね。おお、あ、終わった、はやみ、あれ入ってる入ってる入ってる、なんかこっちから通してるみたい、あ、そうなんだ、お疲れ様清水翔太にしようかな、次、うん、いいと思う、大塚健二さん来たよ、清水翔太でマイブー、泉さん帰ってきてくれて、はい、よかった、本当によかったです、助かったと言っても過言ではありませんって助かった、本当だよね、この子今の時期に行くって言ったから、ーピーターさんびっくりしてたよ、本当ピーターさんびっくりしてた、ピーターびっくりしてた、びっくりしてた、うん、内容がね、あの外国外人さん、あ、そうだよね、分かるから、うん、この行ったことあるんでしょどこだっけ、イスラエル、イスラエルに行ったことあるんだよね、うん、そうそう、大学だよね、イスラエルの人だっけ、うん、違うよ、どこの人って言ってた、 OK、 久々の何だったあれで、ごめん、ファッションモンスターにした、よく分かんなくて、いいよ、いい、モンスター、これちょっと終わったら行こうか、 OK、 行きます、時刻は6時12分を回っております、はい、はい、早いずの番組ですよ、この時間はつまずく番組名を言えないっていうそうなのよ、番組名まず決めないといけないんだけどなかなかね、伊豆ちゃんも電波届かないしWi-Fi の環境なくてとか言ってさ、そう、全然なかったの、本当に、本当どういったところに行ったの、いや、ホテルにずっと缶詰でいたんだけど、ホテルなの、そう、ホテルにずっといて、はいはい、前半はね、うんうん、で、あのロビーしか、前半後半戦があるの、前半後半戦、なるほど、オッケーオッケー、前半戦は、うんうん、もうロビー、あのホテルだけっていう感じで、後半戦は、はいはい、なんかイスラエルを回るっていうのがあったっけ、えー、ちょっとね、後半は辛かったんだけど、まあ、そうなんだ前半がなんだよ、本当に辛い顔すんじゃねえよマジで困るわもっと楽しかったみたいな、楽しかった、楽しかったよ、うんうん、あの、うん、なんかね、そのホテルのロビーしか使えなくて、はいはい、Wi-Fi が、で結構人がいて、うんうんうん、もうあのホテルを行き来するだけでさ、はい、結構時間がかかって、うん、大変だったんだよね、なんでホテルとロビーが、そうそうそう、近いんだけど、うん、なんかちょっと仕事する場所とその自分の部屋とか、うん、あのなんかその行き来だけで一日が終わるみたいな、うん、そう、それが1週間半ぐらいあって、1週間半、うん、もうじゃあ同じ繰り返しと繰り返しなの、そう、同じ繰り返しみたいな感じで、そうそうそう、いて、うん、後半はね、うん、あのホテル変わって、はいはい、ツアーみたいな感じになったから、うん、いろんなところ行ったんだけど、うんうんうん、そこでも結構 Wi-Fi 環境が全然違って、そうだから連絡が、ね、取れなくて、ね、申し訳ないです、そうなんだ、うん、人はどんな感じの人なの、人はね、うん、なんかユダヤ人って、はい、なんかナチスドイツが分かる、うん、早見さん分かんない、何ナキスこいつ、え、何何もう一回、ドイツのヒトラーが虐殺したのは分かる、うん、ドイツのヒトラーって有名な人独裁者、あ、なるほど、そうそうそう、あの、うん、ユダヤ人をすごい殺してったわけ、600万人ぐらい、なんか聞いたことある、ある、うん、そうそう、その人、その人がイズ600、いや違う、何600万人ぐらい殺したわけよ、はい、ユダヤ人を、うん、だからなんかその国から逃れるために、うん、あのいろんな世界にユダヤ人って散らばったの、あのイスラエルからね、はいはいはい、だから中国系のユダヤ人もいるし、うん、インド系のユダヤ人もいて、はいはい、なんかそのインド語を話せるけど、うんうんうん、ヘブライ語も話せるみたいな、うーん、そんな結構顔もみんな違って、いろんな人種がいるけどユダヤ人みたいな感じで、うん、そうなんだ、うんうん、いろんな人種いるんだね、そうそうそう、いろんな国の中国系もいれ ば、アメリカ系も、アメリカ、うん、いろんなところがあって、そうそうそう、ご飯はどうなの、ご飯、ご飯はね、美味しい、
そう、うん、果物と野菜が美味しかったんだけど、はい、あとはなんかやっぱり香辛料が強かったりして、はい、まあ好き嫌いがあるかなって。私は美味しかったけど。へー、うん、手で食べるの？それはインドだよね。あ、そっか。何する？いや、黄色い顔の人、うん、ナキスこいつってすげえなって言ったんですよ。なんだろう、ナキスこいつって。いや、自分でさっき言ったからね。ナチスドイツって言ったらナキスこいつ、もう日本語も聞き取れなくなって。そっか、まあ、ナキスこいつ大変。映画見てください。わかりました。そういう系のなんかあるの、こういった系の。あるあるある、うん、ビューティフル。でも本当にさ、うん、さっき大塚健二さんも書かれてたんだけどさ、はいはい、泉さん帰ってきてくれてよかった、本当によかったです。助かったと言っても過言ではありませんって、はい、結構心配したからね。ありがとうございます。もうなんかね、うん、比較的イスラエルはすごい安全で、はい、そうなんだ。そうそうそう、一回テロみたいなのがあったんだけど、うん、はいはい、なんか交通事故で亡くなる人の方が多いって、はいはい、ってことは、うん、そんなテロで、そうそうそう、なんか亡くなったりとか、なんか危ない目にあることはあまりない、うん、へえ、うん、なんか日本で言うと、うん、なんだろう、飛び降り自殺とか自殺する人の方が多い、うん、そうなのぐらい、うん、へえ、結構ね、報道で危ない国って言われてるけど、うん、そうだよね、安全なところだった。でも、うん、出れば危ないとこもあるってことでしょ、まあ、なんか地域によるんだけど、なんかこのユダヤ人じゃなくて、うん、パレスチナのアラブ人みたいな人もいて、うんうん、アラブ人の地域はちょっと怖かったりはするんだけど、うんうん、そこは行かなかった？そこも行った。行ったの？行った。大丈夫だった？うん、大丈夫だった。へー、全然、うん、問題なかったです。本当ありがとうございます。すごいよ、伊豆に会いに続々と、はい、ありがとうございます。アララガマサイガーさん、アララガマサイガーさん、こんばんは、はい、久しぶりだね。久しぶりです。久しぶりです。ありがとうございます。黄色い顔の人、うん、ナキスです、こいつです、ナキスこいつです、みたいな。イズ先が思いやられるねって。あ、ね、このなんか笑顔のマークがいいですね。なんかちょっとあの遠い目をしてる感じがする、黄色い顔の人が。でも今まださ、うん、マシじゃない？前の方が大変。もう結構ね、免疫がついてるから。って、ま、イズがあんなに。ナキスこいつはやばいですよね、皆さん。どうですか？わかんないのよ。すいません。マシャさんも来てよ。やべ、出遅れた、汗。汗かくなよ。先週ゲストで来てくれてさ。あ、そうなんだ。もう楽しかったよ。脇出してた？脇出してなかった。うん。俺、着替えて来ればよかったとか言ってた。大丈夫で変わらないよって言って。とりあえず座って座ってって座らして。形から入るから、ね。そうなのよ。だから最初、うん、クールでかっこよく決めてたんだけども、うんうん、はいはいはい、もう全然最後ら辺崩されてさ、その子さんに。あ、違う、早見だ。早見がその子さん崩して、その子さんもどんどんね、同じ。ね、同年代くらいだからお話あっちゃった、はい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 、同年代ぐらいなんだ。そうだね、 そうだよね。そうなんだ。マシャさん、その子さんと、でも結構話し合っちゃったり。あ、いいね、よかったですよ。ねえ、面白かったね。あの時も超笑いに出て、ね、いや本当でしょ、それはね。もうその子さんとマシャさんいたらやばいね。すごかった。もう右左見ながらわーわーっつって。すごかったですよ。先週の放送後で聞こう。はい、見てください。はい、あとルロルフさん、ハイサイこんばんは。言えてる今。大丈夫だった。ルドルフ2000です。大丈夫。2006です。ハイサイこんばんは。こんばんは。早見泉無事、うん、歓喜期間期間よかったですね。はあ、早見はいるっちゅうんだから。番組名決まったのって。そう、ドゥドドゥフさんが心配してくれて、いろんななんかアイディアいっぱい出してくれたの。そっかそっか。はい、なんかでも、うん、伊豆早帝国、早伊豆帝国か、早い、あ、うん、王国か、早伊豆王国、いいかもしれないね。最初何どういう意味と思ってたら、うん、いろいろ深く言っちゃれば言っちゃうほど、イチャリバ超デーじゃないよ。行きそうだったね、その言葉が。
いいね、目の前にいるムーネ先生が笑ってくれるっていう。あ、よかったね。ね、なんかくすって笑うよね。くすって今日かっこよく決めて入ってきたからね。確かに確かに、かっこよかったよ、よかったよかった。はい、はい、なんだっけ、鈴木さんじゃなくて鈴木って誰だっけ。脇坂さん、脇坂さん、うん、脇坂、脇坂さん、脇坂さん、泉ちゃんお帰り早め、那覇に来てるよってそうなんだ、那覇にいるの、上向きの周りも来てよって言って。そっかそっか、うん、奥さんが那覇の方だったかな。そうだね、うん、そう、よかった、日の湾にも来て、ね、遊びに来てください。はい、今すごいいい綺麗な夕焼けが見えて、ね、そうなんだよ。だからいい、その雰囲気も番組目に入れようって思ってたんだけど、うん、あ、そうなんだ、サザンブリーズ的ななんかおしゃれな感じ、おしゃれな感じで行こうと思ったんだけども、うん、やっぱり王国いいと思うよ、しっくりくるって言って、うん、みんなね、そんなネームなりそう、そんなネームにやばいどんどんルー早めんかルー、ルー、ルー大失敗ルー早めって、ルー早め、いやいやいや、じゃあメールいきたいと思います。来てる、はい、はい、早めん泉、はい、ことは早伊豆様、こんばんは、はい、夕暮れの時のひととき、いかがお過ごしでしょうか、うん、ムーネです。ムーネ先生、もうイーズがいなくて寂しくて、もう寂しくて泣いてましたって。え、あ、盛りすぎた話探しちゃった今言葉またムーネ先生クスって笑ってた冗談です、でも本当に寂しかったですって。改めてお帰りなさい、もう長旅お疲れ様です。海外はいかがでしたか。私は海外に行ったことないので、海外に行ける人いいなと思います。私もなの、行ったことないの、私も今度みんなで行きましょう。パスポート持ってないのパスポート取りましょう、取りましょう、ね、ね、取ったな、うん、行こうって思うかもね、うん、思うと思う、そうだよね、うん、まず取ることから、そう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 、行っちゃいましょう、ムーネ先生、くすってまたうんともすんとも言わずに、いや絶対心で爆笑してるんだからね。で、海外に行ける人いいなと思います、うん、そういう私ですが、うん、年内にもう一回日帰り旅行を計画してます。おすごいね、うん、旅いいな、皆さんは、うん、旅をするときに心がけてることってありますか、うん、私はなるべくその地域に溶け込むようにしてます、はいはい、最近夕焼けの写真を撮ってますが、久々に那覇以外で見る夕焼けに癒されます。ね、今日綺麗でしたね。 iPhone から送信、ありがとうございます、ありがとうございます。参った、参ったなみたいなそうなのよ、ギノワ、FM ギノワのね、うん、夕方の風景もいいの、うん、いいですよね、ほんと、たまにさ、うん、なんだろう、本当に大きい夕日見れる時あるよね。あ、ね、ここ一面ね、真っ赤になってね、伊豆、すごい綺麗で、昔興奮してたイメージ、ね、確かにね、すごいとか言ってね、写真撮ってたね、撮ってましたね、ほう、あんな純粋な時もあったんだね。今も純粋だわ今は大きれくすって今ちょっとね、免疫がついてきたんですけど。そうなんだよね。でも夜もさ、ずっと見てなかったけど、うん、やっぱり綺麗だね。やっぱり綺麗だよ、茶壇の方の夜景がやっぱり綺麗に見えますね。そう、もう今6時過ぎなんだけど、うん、6時24分か、うん、暗くなるの早いね。早くなってきたね。そう、確かに夏の時はね、うん、まだその時間も明るいもんね。明るかった、本当だね、確かに確かに、はい、ちょっと心寂しい時期にもなりましたが、誰か温めてくれる人なんか片言ですけど、ちゃんとアピールしといてもいいですよ。アピールね募集中です。今鈴もつけてますからねいいの来るようにって友達からもらったんですよ何ですかこれって言ってね、まあありがたいですお友達、大事です。本当友達思いのね、ね、方ですよね。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いて、はい、続いては、はい、この方です。ほう、早見さんこんばんは。こんばんは。先週に引き続き投稿します、うん、ありがとうございます。あ、泉さんはじめまして
名護人の、うん、名護んちゅう、ジェームスさん、あ、名護んちゅうか、ジェームスです、ジェームスさんありがとうございます。先週、先々週も来てくれて、うんうん、泉ちゃんにも会いたいって言って来てるのに、その子さんがいて、その子さんが泉ちゃんと思ってるっていう件もありましたよ。あ、本当に。はい、いや、いいですよ、それで。買いましょう、買いましょう。なんだって言って、ね、泉なんだよって言って、泉だよとか言って、その子さんやってたよ。本物の泉ですよ、これが。はい、声癒し系ですよね。ちょっと今日はね、テンションが、なんですか、ちょっとまた言い訳すんなよ、疲れたとか言うなよ。いつもはもうちょっと元気なんですけどね。なるほどね、うん、ちょっとね、あら、来週頑張りますから大丈夫ですよ、うん、大丈夫ですか、はい、頑張ってます今も、はい、今も頑張ってるね、十分。ありがとうございます。はい、泉さん、うん、よろしくねということで、さすがに今日は行けなかった。いやーな、いやー、行こうとしたら行けたのですが、うん、はい、17時過ぎから名護は大雨で断念しました、うん、そうなん だ, なんだ、全然違うね、うん、こっち晴れてたもんね、ずっとね、晴れてましたよ、うん、はい、なのでユーストリームで聞いてますよ。ありがとうございます。こっちだ。ありがとう。嬉しいな。はい、はやみさん、寂しがらないでね。本当だね。ちょっと寂しいな。寂しいな。うん、泉さん、今度差し入れ持って挨拶しますね。お酒持ってくるはず。あ、本当、ありがとうございます。お酒いっぱいあるって見せてて、その子さんがめっちゃ喜んでた。あ、その子さんが。いつだけわーいって受け取ってそうそうそう。はい、はい、うん、っていうことで、うん、はい、ですがまさか今日スタジオに来れるなんて、うん、いや、向かってます、スタジオ最後までファイトということです。すごい、すごい、今向かってるんですね、ジェームスさんさ、あー、すごい、毎回さ、うん、なんかびっくりすること言う。あ、そうなんだ。最後の最後に、そうそうそう、なんか前も何だったかな、こんな内容だよって話した後に最後に、うん、あれっつってひっくり返りそうになる面白い話してくれたり、そうなの、リクエスト曲ももらいました、ね、ありがとうございます。ではジェームスさん、気をつけて来てください、はい、お待ちしてますよ、お待ちしてます、嬉しいね、名護からさ、わざわざね、わざわざさ、私たちに会いに来るってどうよ。いや、いいんじゃないですか、あの効果出てるんじゃないですか、この効果出てるかな。早見さん、寂しがらなくていいかもしれない。寂しくないよ、一応。一応なんかわんさかいるよ、なんかわんさかいる。わんさかって違う、その言い方。まあ、困ってないってことね。違うの、ちょっと待って、あのね、どんどんボケそうな、なんなの、うるさい友達だったり、あ、友達の子供とかがいっぱいいるの。あ、そういうことか、そのわんさかわしゃわしゃしてる。あ、男性がたくさんいるってことではなくて、まあまあ男性も違うか。何を言わしたい、聞いてますか皆さん。こんなんですよ。なんだよ、もうびっくりだよ ね、 ね、みんなに支えられて、あの、はい、楽しくやってるってことですね。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、うん、はい、ジェームさんからのリクエスト曲、はい、行っちゃいましょうか。ちょっと待ってください、今ちょっと切れちゃった、いい、切れちゃう、切れないでね、はい、ではね、チャナイ AKB ファンさんがさ、はい、イーズ帰ってきて綺麗になったかって、あら、ありがとうございます。なんかあったのかね、イスラエルで。いや、あったかもしれないですね。またイケメン見て。イケメン多かった。やっぱり。私そこ聞きたかったんだよ、さっき。あの、どういう人たちがいるのって言った時に。あ、そうなんだ。やっぱイケメンいるよっていうのを最後に持ってきてほしくて。あ、そうなんだ。待ってたんだけど。イケメン多かった。やっぱり。多かった。どんな感じ、どんな感じ。なんかね。彫り深いの、彫りが深くて。あ、いいね。髪が黒くて。髪黒いの。うん。で、なんかちょっと、うんうん、アジア系ではない。中東系のなんかこう。ほう。色は白い、うん、色は白いんだけど。目ん玉は、目ん玉何色、黒っぽい、なんか、うん、なんていうの、お、深い感じの。深い感じ。うん、深い感じ。ブラジルとかにいそうな。へぇ、じゃあ、ちょっとテンパーなの？テンパーじゃないよ。何を想像してんの？テンパーじゃないよ。何を今想像したの？なんか濃い感じを想像してしまった。あ、そしたらテンパーも出てきちゃった。平井系みたいな感じ。あ、まあ、そういう感じでよかった。へぇ、うん、濃いで日本人から選べてない。やっぱり身近で言うと平井堅だったり、まあまあまあ、あと俳優でね、
顔が濃いからって言って映画にも抜擢された人いるよ ね、 いるね。あんな感じ、あんな感じの眉毛も濃ゆくてみたいな、なんかちょっと違う風、あ違う風ってるな。へぇ、まあ、かっこよかった本当に。本当、うん、あららかまサイガーさん、髪の毛チュルチュルしてるイスラエルの人、ほらやっぱりみんなそういうイメージを今聞いたら撮っちゃうんだよ、うん、あでもねそう、うん、1人一緒に、うん、あの仕事してたスタッフが、はいはい、あのね、俳優がいたの、ハリウッドの、ハリウッドの、マジですごいかっこよかった、うん、24歳ぐらいかな、うんうんうん、若いね。あの映画のさ、うん、ダレンシャン、わかるかな、ダレンシャンっていう映画とかにも出てたみたいで、うん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 、みんなでかっこいいねって話してた。本当、うん、あのアメリカ人だったと思うんだけど、やっぱりさ、イケメン見てさキラキラしたんだね。そうそうそう、ちょっとね、だってイーズさ、あの、うん、あのトロピカルで放送してる時に、うん、そっちチラチラ見てたじゃん番組も集中しないであ、手振ってるとか言っていや手振ってるじゃねえよ、早見と喋ってよとか言いながらあのね、カイパンのお兄さん、ね、そうそうそう、イーズなんか無視はできないタイプらしくて、もちろん無視はしてないんだけど、うん、集中しなくなるんだよ、イーズ無視できないしね結構照れるんですよ、私マジに本当にね、ずっと女子校で育ってきたから、あ、そかそか、あんまりね、免疫がなくて、なるほどね、男性と二人きりであんまり話せない。そうだよね。ひろきは大丈夫。ひろきも男だよそうだった？男だよ、一応。でもなんか、一緒に買い物行けそう。そうそうそう、付き合ってくれそうだよね。そう。下着コーナー行けそう、私。ひろき、ちょっと待っててって言って、椅子で座らせて、そうそうそう。全然普通に買い物できそうな感じ。そんな感じ、そんな感じね、うん、黄色い顔の人が女性も綺麗ってよ、はい、あ女性も綺麗だった、身長高い、ね、身長高いね、やっぱり ね、 胸の方もそうそうそう、あ、まあね、いいね、スタイルも抜群だったって、そうやっぱりね、いいですよ。分かりました。じゃあ後半はそういった話でもそういった話をしますかそうだね、はい、ではでは、ジェームさんからのリクエスト曲をおかけします。はい、ケツメイシで、うん、涙。あ、悲しい悲しいこのまま CM 行きます、笑ってる参ったよ、もう参ったよ、本当に。女子高卒って響きいいよねって。よ、本当、うん、何がいいのかな、私何卒かな、山学校山学校ウキってマシャ、俺も女子校行きたかったぜーってよ。マシャさん今日来ないの？ねえ、イズ寂しがってるよ、ね、すごい寂しいよ、マシャさん。美人多いならイズイスラエルに一緒に行こうってよいや、ほんといいと思いますよ。美人多かった、身長高い人も多い気がする、うん、イスラエルの人って。そうか、女子校さ、うん、先生とできることが多いんだよね。先生とできる、あ、うん、ドラマであった感じ。そうそうそう、はあ、い、私がいた時もさ、あった、うん、更迭させられた。更迭、先生があの違う学校に飛ばされちゃって。ちゃんと結婚はしたの？ちゃんとしてな、なんか不倫してたの。ああ、そういう系ね。そういう系で、でも他の先生たちは、うん、高校卒業してから付き合うとかが多いみたい。で、結婚してる人が多かった、うん、なんかね、高校の時ってやっぱり女盛りじゃん、女盛りってか、はいはい、女子、女子力がね、どんどん上がってきて、女の子からも女子じゃん、そう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 、そういう時に、あの男性先生とかにちょっと指導とか優しくされちゃうと、うん、ダメ。そうなんだよね、ダメだよ。あれはかっこよくなくても女子校の中にいる若い先生ってモテる。あー、うん、やっぱり、うん、分かるわ。変な感じで、の中のの、のたるだった、なんだっけ、のぎんさんのぎんさん、のぎんさん、はじめまして、泉さん、はやみさんって、はじめましてから来た、でもいろんな竜がおったり、今日は Q シート準備した、あ、いい番組名決まったって。まだなの？まだなんだ。伊豆早王国でもいいかも。伊豆早王国、早伊豆王国か。なんか前に何かつけたいね。そうそうそう、うん、何がいいんだっけ。女盛りは女盛り30からだよって。女盛りは30からだよ。そうだね、もうちょっと
頑張ります。私くらいかな。よく言う。よく言うよ。よく言うよ。私くらいかな。さんよく言うよ。みんな言ってあげて。大丈夫だよ。あら仲間西川さん、教師は不倫する人多いからね、男性教師は、ね、そうなのよ。そろそろ CM 行く？はい、多いのよ。ハイの知り合いの先生も不倫して、うん、できちゃった子になしたよ、先生同士。やばいね。やばいよね。しかもやっぱり地元のそういう話題って噂になるんだよ。そうだよね、確かに。やばいよね。確かに噂に。でもそういうの好きかも。わかる？ドロドロしたやつね。ドロドロではなくて、あ、まあ、ドロドロか、コソコソみたいな。そういうの好きそう。ちょっとなんか、みたいな、なんか、何コソコソしたり、メールしてるとか。でも結構やってると思うよ。あるよね、絶対ね。言わないだけで。そうだね。なんか、社内恋愛禁止のとか、面白い。時刻は6時36分を待っております。はい、この曲聞くとね、え、愛ちゃんのさ結婚式の披露宴思い出すよね。はい、羽衣レリーの愛ちゃん結婚式の時に、うん、イーズも一緒にね、ねえ、踊ったね。こうやってね。あれ3回しか練習しない。ちゃんと言えば2回しか練習しないんだよ。本当だよね。よくみんなやれたよね。やれたよ。まあ沖縄の人すごいと思った。あんなノリすごいね、うん、すごい。マヨちゃんが市長もね喜んでたね。市長喜んでた ね。めっちゃ目の前で写真撮ってたからね。ムービーか。確かに動画撮ってたね。確かに。市長も参加してっていう。ほんと入って入ってって感じだったね。マヨちゃんもね。そうなの。マヨ、うん、マヨも一緒で、うんうん、マヨが指導してくれたおかげっていうのもあるんだけどね。そうだね。マヨだけキレッキレでね。キレッキレでもう誰でもマヨって分かるぐらい。結構カメラも抜かれてたしね。そうだね。マヨばっかりね。そうだね。上手い人抜かれる、ね、抜かれるね。まあ言ったよ。もう緊張しちゃったよあの時ね。ねえ、もう本当もう人生最大の緊張だった。めっちゃ緊張してたね。うん。あれでしょ、喋るより緊張したっていう。喋、うん、るより緊張した。喋る方が緊張するんだけど、うん、あの時はまだ羽衣レリーで呼ばれてるさ、ある意味。だからなんか変なことできないっていう緊張感。で要は知り合いとかいる。そう、めっちゃ緊張してたよ、ハミも。いや緊張した、あれは。やばかったね。やばかった。人も多かったしね。人も多いし、うん、2回しか練習してないから、ね、絶対間違えるとか言って。本当、キナキナがめっちゃ頑張ってたからね。あれで持った感じするけど。そうだね、うん、あれで持った感じあるね。もうあのメンバー私好きです、うん、よかったよ、うん、またなんかねつながっていけたらいいね。そうね、ほんと、うん、ではでは、はい、メールいきましょうか。いきますか。はい、この方ですよ。はいはい、チャラくない AKB ファンさん。あ、チャラいか、ごめん、間違った。まだチャラしてる。 Hey Hey、はいはい、イーズ早見はやいず王国かっこかり、お聞きのリスナーの皆さん、うん、こんばんちっす。イーズはやみおかえり。イーズ3週間待ってたぜ。ありがとうございます。無事イーズが帰ってきてよかったさ。なんか沖縄の人っぽくなってる、ね、だからよ。さあさあって。テーマイスラエル。俺はですね、イーズに振ります。以上だ。どういうこっちゃ。いや、なんか話せってことなのかな。そういうことね。どうなのイスラエル。イスラエルは暑かった。でも暑かった、日中は暑かったんだけど、うんうんうん、そう、朝と夜がすごい気温が下がって、うん、もあのセーターないとダメっていう感じだったから、うんうん、昼はどんぐらい上がるの。沖縄とそんな変わらないぐらい上がってたかも。そうなんだ、うん、ただなんか乾燥がすごくて、言ってたね。そう、皮膚も乾燥する。皮膚乾燥したする。うん、あ、そうなんだ。すごい痒くなったね、体が。ほんと、うんうん、
寒い、暑い、乾燥。ちょっとあれだね、うん、ちょっと日本人にはね、合わないっていうか、感じかもしれないけど。あ、そうなんだ、うん、なるほど。あ、メールたくさん来ました今。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、次。はい、じゃあ次行きます。はい、泉さん、早見さん、うん、雨の中の高速は大渋滞でござるよ。あ、もしかしてジェームシュさん、ま、ジェームさんかな。ジェームシュ、うん、はい、まだ金の手前なんで今日は断念してチョコライス買って帰ります。あ、今度またスタジオ行くので早見さんと泉さんアメリカンハグで帰ってくださいね。はい、はい、ジェームシュ、はい、投げてるよ。なるほど、 OK ですよ。ウェルカムです。来週行きたかったんですが、うん、旅行で伊勢神宮と名古屋でドリカムコンサートに行きます。お土産は泉さんでいいかな。なんでやねん。早見も欲しい。でもちゃんと2人に買ってくるかなって来てます。あ、優しい。やっぱり今度一緒に飲みに行きたいなって。最後最後最後結構本気じゃない。本気だね。本気だよねこれ。飲みに行きたいなって。ぼそっとつぶやいてますよ。そのターンも一緒にじゃん。そのターンもすごいよ。そうだね。ね、はい、よかった。いいな、ドリカム好きって言って盛り上がってたんだよ、うん、そう、帰りに。ねえ、ドリカムいいよね。ドリカムいい。なんだろうね、あの今でも流行ってるっていうの、うん、なんていうの、昔からもちろん、うん、そうなん、聞いてるじゃん。今の時代でもスッてこれる、うん、そうだよね。すごいね。流行りじゃないんだろうねきっとね。そうなんだよ、うん、声もいいし、うん、でもやっぱり曲調も今な感じに変えてたり、歌いやすかったり。確かに確かに。そう、大好きですね私も。いいですね、うん、泉さんは誰が好き？私は、うん、まあ、ドリカムも好きだし、うん、なんかずっと聴いてられるって言ったら、うん、やっぱりサザンも結構昔から。すげえ意外。あ、サザン？あんまり聴かない。あの中で言ったらね、ずーっと聴ける。あ、なるほど、うん、あのドリカムみたいに。なるほど、流行りがなくて、うんうん、みたいな。あー、そういうことね。聞いてないくせに聞いたって言ったね今ね。そう、あんまり J-POP 聴かないんです。そっか。まあでもあの、うん、ラジオで聴くから覚えるみたいなね。あ、まあね、はい、定番に流れちゃうも冬になると。そうそうそうね。そうそうそう。なんだよ。何が、なんだ。では続いてこの方ですよ、はいはい、番組名泣きすこいつ、かっこ早見さん、泉さん、はい、ありがとうございます。大塚健二です。大塚健二さん。泉さん、早見さん、こんばんは。ただいま帰宅してパソコンからメールしてます。はい、埼玉県新座市かな、新座市かな、新座市、新座市からツイキャスで見てます。新座市在住なので車は新座市です。新座市、すごい。二三四、二座市です。二座市。どうだ、かっこいいだろうって。書いてない、書いてない。その、TRF じゃなくて。ザ、ザ、ザ。TRF って。ザ、そのザ234号。これザって読むの？ザ、ザ、ザ。うわぁ。はい、からだね。ザ、ブルーハーツのほら、ザだよ。さん、あ、そう、ザ。ザ、2345？はい。に、うん、あ、2座4号、うんうん、ガソリンがなくなりそうでした。ピンポイントが、はい、明日が3倍なので、うん、今日は入れません。ハラハラして帰宅しました。楽しい番組楽しく見させてもらってます。ホワイト、うわー、ちょっとこの写真見て、ね、写真見るよ。結構やばいよこれ。結構いいゲージ下まで行ってますよ、うん、これは来てる、来てるよ。いや、 T ポイント3倍とかの問題じゃない、問題じゃないね。うん、1000円だけ入れて明日500円とかだけ入れての方が安全かもしれないぐらい。そうだね、やばい。うわー、すごい、すごい、ね、これなると早見も動かしきれない、うん、怖いね、怖い、うん。一回友達の車が止まったって言って那覇の渋滞の時に朝、その時にまた変な格好してたんだって。で、父バンドも忘れた日だ。
最悪。最悪じゃない最悪。めっちゃ、冷やすがい、うん、寝巻きで出て、うん、忘れて、うん、どうしようって言って戸惑ってる時に。本当だよね。その時にたまたまパトカーがいたらしくて、うんうん、それで助けを求めたって言って。よかったね。すいません、つって。渋滞でみんな見てる中で。そうなの。しかも、ああいう、三車線、うんうん、58号線、はい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 、混んでる中で一車線でも潰れたらもう大変でしょ、うん、もう怒るよね確かに、うん、ブーブーだよねブーブーだよだからあの時は大変だね、うん、気をつけてくださいねだから普通に出る時も、うん、もうちゃんとした格好じゃダメなんだなと思って本当だよ、ね、何があるか分かんないもんねそうなのあと携帯も持たないといけないし確かにせめて眉毛だけは描かないとなとかいや私もイスラエルで会った何何あのね、うん、10時からの仕事があって、はい、夜の、うん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 、もうみんなであの、はい、メイクも落として、うん、お風呂入って、はいはい、あのそのまま行ったわけ、うんうんうん、前に立たないと思ったから、うんうん、チチバンドもしないでやばいじゃんやばかった前に立っちゃったのその日、うん、やばいじゃんウケるもう本当にやばかったマジで、うん、もうなんかはあやばいって、うん、いつももうこの年になったらちゃんとやらなきゃいけないと思った、うん、そうだよそうだよどこに行ってもでもさ今便利なんだよタンクトップあるじゃんあそうだよねついてるやつそうそうそうあれ便利だよねあれ夜なるとさ、うん、お家帰るとこれに変身するのよ変身それでさ T シャツ着たらもう全然ね、確かに守られてる感じであれいいよね、うん、だからピンポンって何か配達来てもあれで出れるっていう、うんうんうん、あれ便利だよあれ便利だよ締め付けがないからねありがとうございますあらだがまサイガーさんチチバンドってウケるってチチバンドチチバンドって訳ねチチバンドってあんまりねいやチチバンドって言ったのはナオピンさんだからさこれからハマってしょっちゅう言ってるなんか昔チチバンドブラジャーよりいいなんていうの変な感じで言えなんかなんていうのかなやらしくない、ね、やらしくない感じがしてわ、うん、かるわかるなんかインドネシアでは今もチチバンドっていうあそうなんだブラジャーのこと日本が統治してたからうんうん、うん、あそうなんだ昔チチバンドって言ってたんだよねあそうなんだそうだよ本当にあった昔の言葉うん昔の言葉あナオピンさん昭和だねじゃあピンポンパン劇場だったからさあ始めようかだったはーいズン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 ピンポンパンポン時代だよねだよねはい、じゃあ次行きますか、はい、沖縄コンビーフセンターさんから来ています、ありがとうございます。ナオピンさんこんばんは、うん、いやいやいやなんか、うん、声が早見さんと泉さんの声が聞こえる、うん、最近サザンブリーズに投稿してないな、うん、あーそっか投稿しようよ寂しいの最近のマイブームは一人膝かっくんごっこですね、はい、え何それ膝かっくんをしてくれる友達もいないのでああ悲しいどういうことどういうこと何それ自分で膝かっくんして倒れてんのどうなって切ない今イーズの言い方も切なくて寂しくなっちゃったよ寂しいよ、ね、だって一人でやってんだよここで膝かっくんってやどうなのそれもっと違う遊びがあるよねえ、うん、一人だったら何して遊ぶ一人だったら私何して遊ぶ結構一人でも遊べるタイプだよね遊べるかも、うん、おいろんなとこ行きたいかも散歩したりそうなんだ一人で行ったりとか、うん、したいしたいなるほどね、うんうん一人って何しますだから一人ってなかなかなくて一人になった時にどうしようってどうしようどうしようってお家でなんか連絡が来るよねそうだね誰かに連絡しようとかまあ最近本読んだりとかしてんだけどあすごいそうなのその子さんからも宿題としていろいろ渡されて読めてる読めてる読めてるんだけどちゃんと内容把握しないといけないと思って、うん、2回3回ぐらい読んでるだからあんまり進まないでも内容は把握できてるのなんとか説明しれって言われたら無理だけどねそれできてんのかなでも本当に読んでたらなんとなく見えてくるねあ、はいはいはいうん、だから多分分かっては来てるんだと思うよ訓練だよそれもね、うん、一種の分かんなくて最初何言ってるんだろうっていう言葉で会話するっていう、はい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 、心で心でうん本と言
言葉で会話するのは普通だよ、するだよね。そう、難しいなと思って言葉が。そっかそっか、うん、でも楽しいよ。いや、いいですね。はい、ではツイキャス、はい、ね、大塚健二さん、はい、お題、マイブーム、うん、今ネットリサイクルメルカリにハマってます、2日に一度発送してますって。すごい。メルカリ、私やったことない。私もなくて、うんうん、アプリは見たりとかするんだけど、ね、CM とか流れてたりとか、うん、結構いろいろあるよ。あ、そうなんだ、うん、いいものか、いいものかな。でもちょっと他の人の情報よると、うん、高いっていう。あー、そっかそっかそっか。そうってことは、まあ、商品的にもまだいい方なのかな、うんうん、どうなんだろう。あれ、なんか仲介があるんだよね、きっとね。あ、そうなんだ。なんか住所を分かられないために、うん、なんかあるんじゃなかったかな。へぇ、安心だね。うん、そのお金もあるのかな、うん、もしかしたら。あ、そういうことね、うん、今ね、個人的にやっちゃうと怖かったりするもんね。そうだよね、住所が分かるからね。そう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 、うん、あと黄色い顔の人、うん、イスラエル料理って美味しかったって。あ、美味しかったですよ。なんか外国、アメリカとかと変わらない、うん、本当。ケーキとかもあったし。ケーキもあるの？ケーキもなんかアメリカ的な、うんうん、わかる、キッチンの中にあるようなケーキがいっぱいあった。甘い感じ？そうそうそう、超甘い。へえ、うん、そうか、そうそう、食べた？うん、でも私あんまりね、うん、甘いのが苦手っていうか、そこまで甘いのが、なんかちょっとだけしか食べてなかったけど。あ、本当、うん、だってあれだもんね、なんだっけ、匂いとかでも結構大変だったって言ってたからね。そう、匂いがね、うん、そう、なんか日本だったらさ、うん、レストランとかでなんか料理以外の匂いってしないじゃん。そうだね、なんか料理以外の匂い、なんかこの空気の匂いをアロマ的なやつとかにしないじゃん、うんうん、外国系の匂いがすごいするわけ、食べ物のところとかも、ちょっと気持ち悪くなったりとかはした。何これ、自分の体臭をなんだっけ。あ、そういう人もいると思う。あるよね、うん、そういう外国人の方とかね。なんかコンロする人いるじゃん、うんうん、頭、頭、うんうんうん、コンロする人1ヶ月頭洗えないんだって。だからすごいいつも香水らしくて、うん、うん、1ヶ月も洗わないんだ。洗わないんだって。うわー、すごい。もう無理だよね。うわ、無理無理、すごいよ。すごかったね。まずまず生きていけそうって、はい、あ、そうだね、うん、そうだね。ご飯も結構美味しいではある、うん、美味しいではある。買い物とかどんなしてんの？買い物も普通にモールもあるし、うん、普通のなんか街、へえ、うん、日本と変わらない感じだった。ほんと？うん、へえ。そんななんか砂漠とか荒野がいっぱいあるわけではない。うん、なるほどね。うん、ケンジさん、はい、メルカリは自分の提示している金額から 10% 差し引かれて振り込まれますって、うんうんうん、送料は着払いも可能です。うん、なんとか希望、匿名希望、匿名希望発送もありますよって。うん、へえ、ね、メルカリじゃあ安心っちゃ安心なんだね。安心だね。うん、今度やってみよう。やってみたら教えて。じゃあ OK です。ちょっと私も気になります。なるほどね。うん、今日は番組名決めようと思ったんだけど、いつから？あっという間に。そうなの、あっという間の53分になりましたよ。なんだろう、さっきね、来てましたよ。なんでしょう。ね、どこだったかな。そうそうそう。あら、ないね、ないね。あ、なんだろう。ないな。したら変かな。ハヤイズ王国の最初につけるなんかないかなと思って。あーね、そう、やっぱり決まらないって。野銀さん、野銀さん、野銀さん、どうしましょう。でも一つ決めましたよ。ハヤイズ帝国、じゃあ王国だ。帝国と王国何が違う？帝国と王国なんて説明したらいいのかな、うん、なんだろうね、うん、結局決まらず。ハッチアットマークホミさん。あ、シグナスさん、早見さん、伊豆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日もいっぱい皆さんメール来ましたね。はい、ありがとうございます。コメントも、はい、あ、
メール1つ今来てますよ。ありがとうございます。ジュームスさんからです。お今日は行けなかった分ラストメッセージチバリオ、うん、番組名ですが、うん、早見とイーズミーだから字を合わせてヤミーズか早積みさんっていうヤミーズ病んでるみたいな感じだよ。闇闇みたいな。闇ーズでーすみたいな。売れねえなんか。闇ーズです。早積み。ありがとうございます。早積みさん。早積みさん。でもこの人笑ってるからね。だからね。だから。かっこ笑いだから、入れながらクスって。ちょっと出せって笑ってる、絶対。ジェームスさん。今日あの来れなくて逆に良かったかもしれないね、うん、なんでなんで いじられなくていや結構好きだよこの方もいじられたいよ多分それを求めてきてる。そうそうそう、そっかそっか。あ黄色い顔の人、林と早見で早早帝国、はいはい、王国だって。あ王国ごめんごめん王国ってね、そんな感じでもはいはい、来週にはじゃあもう必ず決めるように頑張りましょう、泉さん。ああ、頑張りましょう。ね、1週間あるので、ミーティングしましょうよ。うん、そうだね。さあ、もう、1分切れ、ま、切りました。30秒ですよね。30秒です、うん。今日もたくさんメッセージ。リクエストもね、はい、来ましたね。ね、来ました。ありがとうございました。また来週、はい、番組名決めたいと思います。はい、では、ね、今日のお相手は、私、早見と、林泉でした。はい、それでは、せーの、さようなら。じゃあねー、ありがとうねー。